雨が降った時に必ず水が入ってくる、ここをちょっとちょっとやっつけようと思いますね。じゃないと、もう床下の深い人が沈んでしゃあないんで、まあ、ちょっとこれボタン取ってみて構造をちょっと見てみないとわかんないんで、一旦取りますか。はい、なるほどな。汚水、排水管ここにあるよ。すごいな。あ、だからか。で、しかも奥にまた基礎があるから、増設だったんだな。あ、じゃあ一応ここを水が入ってこないようにモルタルとセメント、ブロック塀と石で、やっちゃいますね。ちょっと鳴らします。はい、で今日が、今日っていうかこの動画で結構なんでしょう、この家の雨が降るたびに浸水してくる問題が結構解決をしてきた感じですね。で、まあ、この動画の、まあ、台所の下ですね、冒頭で説明したんですけど、まあ、そこが、まあ、増改築の部分と、で、変なところに水道管があるんですよね。だから結構難儀で、本来の増改築の部分なんですけど、まあ、ここから水が入ってくると。で、なんでかっていうと、入ってはくるけど流れ込むって感じですね。で、台所の上にも屋根の軒があるんですけど、で、そこから屋根の 雨水が落ちて、それが建物側に流れてくる感じです。で、ところがどっこい、その建物側に落ちてきた雨水が、多少傾斜があって、納屋の方がちょっと低いんですよ。残念なことに。なんで、納屋の方に向かって流れてきて、前と後ろからですね、まあ、とにかく、夕立とか、スコールくらいの雨が来ると、後ろ、建物のね、後ろにある、元水田に水を引く用の、まあ、U 字工っぽいやつかな。あそこからも、まあ、水が入ってくると。で、そうすると、前と後ろから、納屋が浸水して水浸しになっちゃうというような問題抱えてますので、今では納屋の後ろもセメントで固めて、だいたい15センチぐらいかな。まあそうするとね、結構入ってこなくはなってますね。ただここはもともと水田なんですよ、ここら辺一帯。で、やっぱり地面が直接見えちゃってると、なんかしんないと水が染み出てくるんですよ、地面から。湧いてるわけじゃないですけど、その粘土層がすごい近いから、そこの粘土層からなんか、水が逆に出てきちゃうんですよね。浸透圧どっかでかかると。だからそれがめんどくさい場所ですよね。地面をね、靴で踏むと水がビチャーって出てきますからね。いやー、でもそこがまだまだ問題かなとは思いますよ、ほんと。はい、じゃあ一応、ここら辺が終わったので、まあ、こんな感じですね。まあ、大体ブロック塀1個ね、また基礎を設けなかったとしても、まあ、大体これぐらいだったら、まあ、防げるだろうとは思います。そこまで水かさがあるわけじゃないから、まあ、それこそね、水かさあったらもう、前の工場とかここに人住んでねえからな。まあ、あとはここに、ブロック塀1個、やって、あとは、納屋の右半分かな、こっち側。だけをちょっと、緩めのセメントで持って、あとは徐々にもう10センチ20センチかな、うん、来年にかけてやっていこうかって思います。じゃあちょっと乾杯と買っていきますわ。はい、午後ですね、第2弾水害を防げるかどうかの本当の戦いが今ここから始まります。まあ一つ手段を下ろしましょうか。はい、で、まあ、この時からですね、ようやくカーポートをですね、で、本来カーポートね、6月中にできてるような気がしたんですよ、ね。俺の頭の中じゃ。まあ、それってね、甘かったっすよね。まあ、そう、問屋が下ろさねえよ、みたいな感じで、結局、遅れて遅れてずれてこのタイミングでしたね。
まあ、本来はプレオープンには間に合わせるはずが、まあ、間に合わないと、しかも余裕で、まあ、それしゃあないよなって感じですね。まあ、こればっかりは今までの特に水ですね、浸水との戦いが強烈すぎましたね、これは。まあ、あとはだ、まあ、近くにダイユエイトあったんで、それで、荷物だって資材買ってきて、それを下ろしてます。でも、豚車が借りれるっていうのはでかいっすよ。コメリでも借りられるんですけど、1時間じゃ帰ってこれないですからね。はい、じゃあ、次はあっち行きましょうか。まあ、いいです。まあ、まだね、まあ、水相当多めで練ったやつだから結構緩いんですよね。で、まあ、ここに砂利を敷いて、まあ、その上からまた生コンをバチャッとかけようかなっていう感じです。あ、いいか、やるの？いいわ、ここはちょっとやるわ。はい、今ちょっと表の駐車場に移動ですね。一応ですね、まあ、ここら辺の、まあこっちですかね、こちら辺にもちょっと石はばらまいておこうかなっていう感じですね。まあ、だいたいここに入るので、まあ、左のタイヤの輪立ちら辺をちょっと絶対にやりましょうか。砂利の10体ってね、すぐなくなるね。まあ、一応ここにも敷くは置きました。まあ、一応ここが雨が降った時が一番ネックで、まあ、あとここら辺にもね、なんかボルトンでも水ね、薄めたやつをね、水を薄めたりとかってやっておこうかなって思います。さて、じゃあ次はできるだけね、袋が動いたら消費だけをするやつ、消費だけをしたいから、それから行こうか。まずはじゃあセメントを固めていきますか。これ何を固めていこうか。で、これがですね、セメントと水のみです。砂利、砂なしですね。まあ、これは結局、地面のかさ上げだけできればいいんで、別に強度を求めません。はい。なので、日割れしようがどうでもいいので、納屋のかさ上げに使うんで、これでやってみようと思います。はい、まあ、これ、午前中やったとこですね。まあ、あと、この石のところを全部やっていきます。薄暗くなってきたからもうここでいいやって感じです。はい、まあ、これがですね、まあ、強度には問題あります。モルタルじゃなくて、セメントだけの、砂利も砂も入れてないモルタルだけのものになります。強度はかなりガタッと落ちますね。まあ、でもそれはそれでいいんで、まあ、大体、まあ、地面の傘を、あ、地面の、ね、高さを上げたいだけなんで、まあ、逆にこれが粉々になったとしても別にそれはそれで構わないですよ。で、その粉々になったら植えたらまた徐々にコンクリを敷いて行って、それが砕けて、で、砕けたらそれを砕いてそれを砂利にすればいいんで、まあ、それはそれで OK です。まあ、なんかね、色的にはあれバイオハザード6で言うなんだろう、リーダーのソフィーさん、彼だったやったことないから分かんないけど、彼がもう、なんか、地面に落ちて、なんか、映画の最初の、映画シナリオの最初の山場のボスいるじゃん。
あんな感じのドロドロドロっとしたものですね。はい、でまあようやくね、あとはあそこ解体しなくちゃいけませんね。また明日解体っすね。単管パイプをちょっと塗りたかったな。今あとはブルーシートをかけて終わりです。でこれは一旦車の中に戻しますね。はい、今日ここ砂利を敷いて、砂利を敷き、まあ、これであとマッチですね。やっぱ駐車場も一気にね、駐車場の駐車場も、まあ、もうちょっとねこっち側を、まあ、砂利を、まあ、一気にやるのは今年までで、徐々にでも砂利をバー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 、敷いていこうかなって思います。まあこんな感じですね。終わりです。はい、でですね、最近のニュースとしてはあの弘前ですね、青森の弘前で雨の毎日晴れレインボープライドっていうイベントで MC やらせてもらいました。まあ MC って言っても全然ね暴力でしたけど、まあそれもそれで楽しいかなって思います。こういうことやってると誰かがなんか見つけてくれるんですよね。そういう機会を提供してもらったことはすごい面白かったです。まあそんな感じで、まだまだ続いていきます。この青森ベースのプレーオフは10月20日ですね。なんでまあ、もうちょっと僕も出稼ぎに行くんで、3回台の人は、Twitter の DM から、メッセージください。ではでは。